やっぱり、はい、40年高田薬局を経営されてきたわけですよね、はいはい、でもちろんその経営の才覚っていう部分にも多くの人は期待をできるんでしょうけれども、うん、あとはやっぱり民間出身の女性の市長が今どういうことができるのかっていうそこのビジョンは実は多く の他の都市の人々にとっても希望を与えられるチャンスだと思うんで、はいはい、高田さんが40年こうなんですかこう静岡市で商売、はい、ご商売されてきて、はい、やっぱりなんですかねこう女性にとってこの街をどうしていきたいかとか、うん、まあそれは日本社会にも通じると思うんですけどね、うん、なんかそこの僕は逆にこの女性の市民税ゼロのその背景にある実はまだモヤモヤしているかもしれない具体的では全然ない思いの部分をちょっと今日聞きたいなと実は思ってたんですよね。ありがとうございます、はい、今先ほども申し上げた部分で、はい、もうとにかく女性陣が戻ってこ、うん、来てもらうそれから逆に、まだ静岡来たことないけど、うん、良さそうじゃん静岡は、うん、っていう思うこう女性の皆さんが思っていただけると、はい、試しに静岡住んでみようかな、うん、とにかく静岡に関心を持ってほしい、うん、そして寄ってきてほしい、うん、そしてその中において私としては女性陣を中心として住みやすく してあげなきゃな。だって女性がね、うん、出産するでしょ、うん、育児するでしょ、うん、おまけに介護まで女性陣がするですよ。私も20年いまだに母の介護をしておりますけども、はい、そういう全てのを背負ってるのは女性、うん、なんだけども仕事の中っていうと就職は男性が優位、うん、女性はちょっとしか取らない、はいね、ですからそういうちょっとしか取らないんじゃなくて同等に取るよと、うん、逆に言いますと、うん、市役所でもそうなんですよ、うん、女性の、職員の方少ないんです。まだまだ男性に比べるとね、うん、全然だからそういう意味での、全てを言うんだったら公平にしなきゃならない、うん、でも今の状態はそうじゃないから、はい、だから女性陣がお困りになってる。そして女性が住んでいただきたい、うん、そういう、ね、もう願いを込めてね女性陣が静岡を選んでいただけるような街づくりをもっともっと私は進めていかなきゃいけないと思ってます、うんうん、そうですね、はい、今、統一地方選がおよそ800自治体ぐらいで行われていくわけですけど未だに日本の全国で統計を取ると10% 台前半なんですよね女性議員の数が。だからヨーロッパなんかでは国によってちゃんとクォーター制を導入して、うん、初めからもう比率を半分ずつにするとかそういう政策をもうとっくに導入している国がいっぱいあるわけですよね、うん、だからこれは実際本当になぜ選挙なんてまさしくですよね、なんか女の人が出るには非常にハードルの高いものになってしまっていて、それっていうのはなんかこういう社会のまさに象徴だなと思うの でも僕ねタクシー乗って、はい、あるいはバス乗ってね最近女性の運転手増えてるじゃないですか。あ増えてますね。ラッキーって思いますもん、はい、運転手がちょっとこう年配の女性とかだと運転は丁寧、あと車が綺麗、うん、はい、タバコ吸ってたでしょとかそういう感じじゃないしもう絶対やったタクシー止めるときは できるだけ女性選びますけど、まあ、まだそんな多くないですけどなんかそういう局面って社会にいっぱいあると思って、で自分でこうイベントをやったりあるいは選挙のボランティアの皆さんと関わるときもやっぱりそこに比率気にしますね。女性が多いぐらいの方がうまくいくし、かつ女性だらけになると喧嘩になるんですけど女性がちょっと多いぐらいが、はい、本当にこまめによく働いてくれて、そう男性はムラがあるんですよ。そうホームランと三振みたいな感じそう女性はけなげです、うんうん、で真面目とにかく、うん、本当そうでコツコツやってくれるところは大事ですよね女性のね。そうなんです。だからね大事にすると本当に元気をいっぱい出してくれるので、うん、私はね元気で明るい静岡を作りたいんです、うん、ねもう今日も元気明日も元気ずっと元気なんだっていうそういうことを思うのは女性、うんうん、女性は自分が元気でいないと家族みんなが元気になれないってことをよく知ってます、うん、だから自分がいつもお日様のように嫌なことがあっても元気でいようと努力してくれる、うん、ねえですのでその女性陣に市民税ゼロ、うん、いいじゃないですか。
ここあれですよね、うん、強調したいのは600万円所得が一家で600万円以下の家庭の女性ということなんで、これは性差別だとおっしゃる方はそこをちゃんと押さえてほしいんですけど、ということは家庭にとっては、それは別に女性だけの話ではないし、そうなんです。でもう一個は年間所得300万円未満、はい、世帯の18歳 女性全員に、給付金ですか。そうです。っていうのは僕も離婚経験者なんですけれども、うん、やっぱりもちろん、子供を抱えて母子家庭やってる前の奥さんとか気になるし、でもやっぱりこういうご時世で経済的にもなかなか母子家庭でやってて年収300万以上って大変なんですよね、うん、で子供の時間も喪失しなきゃいけないから年収だけ追っかけられないし、はい、なんかそういう中でも子供を育ててる人が今とても増えてる社会になってるので、うん、その給付金、彼女たちが今子供の面倒を見ながら手にできるその何万円は多分他の人の何万円と重さが全然違うと思うんですよ。それ一回旅行に行けたことが子供にとってものすごい思い出になったりとかするんで、はい、これは本当に今の日本社会がすごくそういう問題を抱えてきているという現実をしっかり認識して僕はぜひこれを静岡市の皆さんが達成に向けてまずナイスキャッチしてほしいですね、この政策を。ありがとうございます。はい。